福島大学を中心に福島会議2011が3日間にわたって開催されました。福島の声を日本の声に、日本の声を世界の声にという趣旨のもと、福島会議は市民による草の根の国際会議と位置づけ、県内外からさまざまな分野の協力者が集まりました。消えかけていた福島の声を日本、そして世界に向けて発信するため、わずか5ヶ月の間に会議の準備を進めることになったので、3日間で延べ1000人以上の参加がありました。そしてユーストリームやツイッターを介して延べ3万人もの人々が福島県が抱える苦悩と将来への希望に耳を傾け、声を発し、思いを共有した。何か明確に最後アクションプランとかある、うん、ここは合意したねってことを決めて終わるという感じではなくて、そういうものをなくすために、実は最初に大きい全体会で細かく、そして地域にもう自由にやってくださいという、そういうスタイルなんですね。なので会ったことがあるとすれば、見えない分断だったんですけども、去年は、まあ、そういう見えない分断がいろいろと明らかになったというところがあるんです。福島会議、まあ、団体としてやりたいのが、その1番のところと、まあ、主に2番のところですかね、というのが、特に福島会議のことですね。まあ、特に1番がまさに福島会議を指しています。で、2番は福島会議でも当然発信をしますけれども、2番は情報発信事業という、1番が国際会議というか、まあ、会議を企画運営する事業ということですけれども、2番というのは、まあ、その会議でも当然発信ますし、これからいろんな人がいろんな団体頑張ってる声っていうのは当然発信もしていくというと、まあ、1番2番というのが主に福島会議みたいなものですね。そうですね、一言で言うと未来をみんなで考えようというですね、そこで一つ集約できる、キーワードが子どもという、まあ、会議という名前だけど会議じゃないのようなですね、ゴールのない、しかも悪意で、まあ、一つ簡単な、まあ、総括セッションというのを設けて、一旦その3日間で得たような声とか、そういうものをちゃんと明らかにしようというのが一つ。で、もう一つは、その3日間出てきた声というのを、実際の報告書にしっかりまとめます。やっぱりみんなの今の経験と現実っていうのを、なんかその被害者ではなくて、その新しい、やっぱり糧にできるように、前向きに進んでいこうよですね。だから良かったと言える人生に、みんなでしていきましょう。まあ、そういうことですかね。